札幌市のケースワーカーの50代男性職員、生活保護受給の女性を何度も食事に誘うなど、不適切行為発覚、定職2ヶ月の処分。札幌市は2019年2月から1年以上の間、自身が担当していた地区で、生活保護を受給していた女性にプライベートで会うことを求めるメッセージを何度も送ったとして、50代の男性職員を定職2ヶ月の懲戒処分にしたと発表しました。 5月26日付で定職2ヶ月の処分を受けたのは、当時札幌市東区役所に勤務し、現在は清田区役所に勤務する50代の男性職員です。札幌市によりますと、この男性職員は東区役所に勤務していた2019年2月から2020年5月にかけて、自身が担当する地区で生活保護を受給していた女性に、 勤務時間外に、使用の携帯電話から、ショートメッセージで何度もプライベートで会うのを求めるなどの私的なメッセージを送りました。さらに、この職員は、勤務で女性宅を訪問した際、何度も食事に誘うなどの公私混同の、不適切な行為をして、女性に不快感を与えました。問題行為が始まってから4年以上経った2023年3月、女性が別の職員に不適切行為を伝え、次の担当者が、同様の行為をするような人なら、不安、 そういううういいいいいこことととががないようにししてもららいたたいい趣旨の話をしたことから問題が発覚。札幌市がこの職員に話を聞いたところ事実であることを認めたということです札幌市は信用を失墜させ地方公務員法に違反したとして5月26日付でこの職員を停職2ヶ月の懲戒処分にしましたこの職員は26日に依願退職しました 札幌市は今後はこのような事態の再発防止のため職員の倫理観、規範意識の向上に努め市民の皆様の信頼回復に向けて職員の指導を徹底してまいりますとコメントしています。